建築家、ビクトル・オルタの主な都市邸宅群はベルギーの首都ブリュッセルにあるユネスコ世界遺産の一つ。建築家、ビクトル・オルタは19世紀末から20世紀初頭にアール・ヌーボーと建築を見事に融合させた人物で当時ブリュッセルで活動したアール・ヌーボー建築家たちの中心的な存在であった。彼の手がけた邸宅は 数多かったが世界遺産に登録された4件には彼の革新性がよく現れている。当時のブリュッセルの住宅は入り口は常に正面横にあり、側面の廊下が長く伸びていた。この廊下に面した3つの部屋のうち真ん中にあった部屋は光が差し込まず暗いものであった。これに対してオルタは部屋の配置を工夫してガラスを効果的に利用することで、 邸内に光をうまく取り込んだ。また、材質には鉄、ガラスなどを好んで持ち、デザイン的には曲線を多用することで、美しい内部空間を演出した。美術館になっている、オルタ庭以外は指定なので、一般観光客には公開されていない。タッセル庭は1893年から1894年に、建築された邸宅で、ブルッセルのジャンソン街6番地にある。 ブルッセル自由大学教授タッセルの依頼で建造されたものであり、アール・ヌーボーと建築の融合を成功させた最初の成功例とみなされている。ソルベー邸は1895年から1903年にかけて建築された邸宅でルイーズ王通り224番地にある。依頼者であるオルタの良き理解者、アルマン・ソルベーが資金に糸目をつけなかった上に、 何の注文もつけなかったために、オルタが、その想像力を、遺憾なく発揮できた。バン・エドベルド帝は、1897年から1901年に、建築された邸宅で、パルメルストン大通り4番地にある。今後自由国のセクリティア・ゲネロルだったバン・エドベルドの、依頼で建造された、大邸宅である。オルタ帝は、アトリエと住宅を兼ねたオルタ自身の邸宅である。 アメリカン通り23番地から25番地にあり、1898年から1901年に建築された。現在はアール・ヌーボーに関する美術館として一般に公開されている。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。